おはよう。おはよう。よし、出るか。了解。それじゃあ出発。相手の力を知れただけでも良しとしておこう。ロキってやつはそんなんじゃなかったのに。あの時はコル将軍が仲間にいたからな。今回向いたら違ったのかな。もう一度手合わせ願いてえな。この入り口っぽいね。この先に何かありそうな気がする。もしやここが話に聞いたマルマレームの森か。探し物が見つかるかもしれねえな。みんなオルティシエに行くんだよね。そのつもり。いいな。観光ってわけじゃねえよ。あ、そうだよね。イリス、どうかした？うん、いいな、なんてごめんね。みんなといたらなんか楽しくって。はあ、カエムに着いちゃうの寂しい。何言ってんだ。いつでも遊びに行くよね。うん。そろそろ休憩しねえか。どうして？運転手に疲れられても困るだろう。なるほどな。何かあったら大変だもんね。ああ、妹思いの兄だな。塩だ。海が近いようだな。
綺麗。いい場所だな。最高だな。ああこのまま眠れそうだ。寝るのかよ。ねえ、大きな橋が見える。おお、立派なもんだ。この辺りは川の規模も大きいからな。橋から川も見えるかな。ねえ、あれ一緒に見ない？なんだよ。ご飯係、いつもイグニスなの？ああ。兄さん手伝わないの？お？おお。ノクトは？ああ、たまに。たまに？な、俺は手伝ってるよ。皿を出すとか。大変だね。着いたか。うん、ここイグニス、お疲れ様。ああ、タルコット元気だといいな。着いたかな。この灯台だな。と、登ってみます？風は強そうだが。よ、来たね。車の音がしたから迎えに来たよ。おお、ありがとう。お疲れさん。一緒に旅ができて楽しかった。船は？じいじが整備してるよ。ただちょっと時間かかりそうでね。何か問題が？思ったより傷んでる。部品交換での修理がいるかな。修理か。まあしばらくじいじが泊まり込んで直すってさ。で、船の部品なんだけど、いろいろ調達するの頼まれてくれる？もちろん構わない。そうは言ってもね、オートのダスティンとモニカ、あの二人も調達を手伝ってくれて、もうだいぶ揃っては来てるんだ。さすがは元警護隊か。
そんな二人が苦戦してるのがミスリルって珍しい鉱石。この辺じゃ取れないらしいんだ。あのオートから来た子が教えてくれて。タルコット？そうそう、オートの子は賢いんだね。まあ詳しいことは彼に聞いてみて。ああ、分かった。ジージは船着き場にいるよ。で、悪いね。私は工場があってさ、自分の荷物取ったらこれで帰るつもり。ノクティス様、ここ僕たちの家なんです。こっちへどうぞ。シドニーさんから聞きましたか？船の修理にはミスリルっていう鉱石が必要です。滝の洞窟の北に行くと湖があって、そこの古代遺跡の中で取れるっておじいちゃんの手帳にありました。タルコットが言ってた湖は多分ベスペル湖のことなんだけど、モニカたちが調べてみたら湖に続く道を帝国が封鎖してたって。行くならちゃんと準備してね。もう出発しても大丈夫？エリス、ちょっと外してくれねえか？え？うん、じゃあ中にいるから。さて、船の手伝いはお前らだけでやれんだろ？あ、何それ。ちと出かけてこようと思ってる。分かったよ。どうせもう決めてたんだろ。話が早くて助かるぜ。じゃあまたな。you
滝の洞窟はこの辺りだったな。ここから北の方って言ってたっけ。帝国軍がいるかもしれない。油断はするなよ。止められはしなかったな。わざわざ開けて待っていたかのようだった。なんかこういう時ってあの人出てきそう。帝国の宰相か。案内してくれんなら別にいいけど。気を許していい相手ではない。しかしこんな状況ならコル将軍に手助けを頼みたいところだが。そういえば見ないね。忙しいのかな。メルダシオに王の墓所捜索を頼む代わりに難しい退治依頼を引き受けているそうだ。相変わらず働き者だな。あの辺は写真撮っときたいな。いらねえだろ。
ここで降りるぞ。行くぞ。行こう。ここで降りるぞ。しょった。こんな天気でなんで外歩くわけ？よろしく。グラディオ、いつ帰ってくんだろう。さあ、今何やってんだろうな。やあ、この先に用事？現れた。帝国軍がいるから一緒に行こう。何？大丈夫、話し通してあげるから。はい、出発。俺からあんまり離れない方がいいよ。帝国兵と無駄に戦いたくないでしょ。今3人しかいないみたいだしさ。あれ、静かだね。話すことは特にない。そうだ、この先は古代遺跡だけど、君たちの目的はミスリル？話す前に分かっちゃってるし。いやさ、ミスリルは貴重な鉱石でしょ。だから封鎖もしてたし、帝国軍がいるわけで、それを分けてくれんのかよ。分けないよ。そういうとこケチだし。自分で採掘するならいいんじゃないかと思ってさ。ちょっとそこで待ってて。何するつもりなんだろう。わかんねえ。いいってさ、どうぞ。君たちが入隊希望者で訓練を受けに来た子たちだって。
ルシスの王子一行でしょ。まあ、私は気ままな傭兵みたいなもんでね。それにあんたたちの正体も知らない。もう準備できてんの？え？ここで何かやるんだろ？監視ついでに手伝ってやるから。中は手強いのばっかりだよ。じゃ、仲良くやって。アラネア巡章、よろしくね。この遺跡、日があるうちは入れないよ。中を探るなら夜を待つしかないね。ここ何の場所だったのかな。イグニス知ってる？いや。住んでた人はどうなっちゃったんだろう。中に入って探してみなよ。入れねえか。やはり待つしかなさそうだ。どっかから入れないかな。帝国が調査済み。おとなしく夜を待ちな。あ、もう夕方か。今日もいろいろありましたな。
じゃあ行ってくる。気をつけて。じゃあ行ってくる。お嬢、行ってらっしゃい。じゃあ行ってくる。気をつけて。怪しかったからね。なんかあると思ったよ。入り口あるって言わなかった？行きますか。珍しく前向きだな。外にいた二人は仲間？かなり慕われているようだったな。ああ、ビグスとウェッジ。仲間っていうか部下だけど。どこまで続くの？この階段。もう随分下ったな。やっと終わり見えてきた。住んでた人は大変だっただろうね。あれ、なんで明かりついてんの？まだ誰かいるのかな。まさか。歓迎は期待できないね。用心しておいた方がいい。待ち伏せされてるってこと？かもな。ちょっと帰りたくなってきた。行くぞ。やっ、食らいな。よっ。こっちこっち。これじゃあ肩慣らしにもならないね。こっちは何かあるかな。
だいぶ風化が進んでるな。部屋多いな。一人で先行くなよ。その調子だノクト。あ、戦闘は慎重にな。ああ、さてどうする。グラディオ検証。感じだ。当然。クライム。クライム。終わった。じゃあ先に進むよ。魚まで泳いでる。わけわかんねえな。上か。こっちは調べたか。ここなんか気になる。どうした。こっちって言ったっけ。見落としたか。あのさ、崩れないって。保証はないぞ。死骸とは腐れ縁だわ。どういうことだ。軍とこいつらはまあ深い関わりでね。
帝国軍はここで何を？標本集め。最近はそんなんばっかよ。何の標本？死骸。死骸と関わりってさ、どんな？さて何でしょう。え、答え当ててく形式？こいつらはね、兵器になるんだ。え？あんたたちも見たことあるはずだよ。最近の帝国ってのはどっかおかしくてね。ずっとおかしいだろ。だよね。やめようかと思ってさ。ねえ、軍辞めたらどうするの？私はもともと傭兵だからね。部下連れて死骸相手に仕事かな。へえ、すごいね。うわ無理、俺あれは無理。泣き言言うなよ。おかしいというのはどういう意味なんだ。皇帝も新しい将軍も意識バラバラ。最初もあんな感じでしょ。付き合ってらんないわ。終わった。じゃあ先に進むよ。崩れないよね。そう簡単に。え、どっ、やば。なんかさ、あ？すっごい宝物ありそうだよね。そんな気するよな。素材を探しに来たんだぞ。
だ。やるじゃないか。やはり来たか。しかもいっぱいいるし。なんだ。俺が指示を出す。短く頼む。あと難しい。また階段だよ。嫌な予感するな。階段続く、どこまで続く、ずっと続く。大丈夫か。
余裕だ。やるじゃないか。向こうにも行けそうだ。行くか。ああ、僕も同感なんですけど。分かれ道だね。だからどっちだろう。それが分かればいいんだが。行ってみるしかないか。迷わないように注意しよう。頑張りますか。ああ嘘、まあ、
あ、広い。うーわ、大きなやついそう。したら僕と。よっしゃ。こっちになんかあったはず。うまくいったな。はあ、俺生きてる。今すっげえ焼肉食べたい。やるじゃないか。ここで終わりのようだな。ねえ、アラネア。あ？死骸と関係ある兵器って何？
魔導兵は見たことあるね。ああ、あれは死骸の研究から生まれたんだ。死骸から？不気味な国だよ今の帝国は。気をつけな王子。ああ王様か。ああ、外だ。やっと出る。じゃあ私はここまで。まあ大変だろうけど、あんまり立場に縛られすぎんじゃないよ騙されていたのかもしれないが、力を貸してもらえてとても助かったそりゃよかった。まったく疑り深いこと。あなたもどうか気をつけて。おう、あら、ありがとう。じゃあね、次があったらまた手伝ってやるよ。ああ、あと最初から帰りは送ってやれって言われてるから、準備ができたら船に乗せてやる。無事に済んでよかったね。ノクト、シドニーから連絡があった。なんて？レスタルムの精錬技師を訪ねろと。工場にシドニーの友人がいるらしい。ミスリルを渡せばいいそうだ。そしたらやっと船が治るってわけか。休憩が終わったらどこにも寄らずレスタルムに行くぞ。しっかり準備してくれよ。この湖もしばらく来れないか。今のうちに釣りでもしといたら。レスタルムに行くんだって？じゃあそこまででいいね。ああ、よし、準備はできた？できてる。頼むわ。はい、行くよ。うわ、あれ、赤い機体。
起きな、王子。着いたよ。どうやら工場の方で騒ぎが起きてるらしいね。でもうちらは指示がなきゃ介入できない。市民の面倒あんたたちに頼んだよ。ああ任せて。じゃ気をつけて。ノクト似合ってるよ。似合ってねえよ。防護服は一着しかない。単独で最も戦えるのはお前だ。諦めて頑張ってきてくれ。